こんばんは。こんばんは。10月5日第258回しゃべくり松代です。10月に入って松代でも紅葉が進み、なんとなく秋らしさが増してまいりました。今日は10月の10日12 11日に行われます松代最大のお祭り、松代藩真田十万石祭りについて、実行委員長の吉川純一さんと行列部会責任者の倉島信夫さんにお話を伺います。どうぞお二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは最初に今年のお祭りの概要について吉川さんの方からお話をお願いいたします。はい、今年は松代藩初代藩主の真田信幸公の生誕450年の年にあたります。そして真田祭りも第60回目の記念すべき節目の年でもあります。そして今回は大河ドラマ真田丸の真田信幸役であります大泉洋さんと小松姫役の吉田洋さんが真田十万石行列の出陣にご覧になる予定で来ていただくようになっております。土曜日の10日の日には童謡の響く町音楽祭が二の丸特設ステージにおいて多くのグループの出演をいただき、子どもさんからご年配まで秋の一日を楽しんでいただけると思います。また例年実施しております会議所青年部と女性会による五条家大市も会場を二の丸西の広場に移して手作り市として2日間繰り広げられる予定でおります。11日の日曜日には出陣に先立って行われます出陣イベントでは、町内六小学校の6年生による舞踊真田節と恵光柱奉納真田節隊の特別真田節もございます。また文部学校武道会真田鉄砲隊による演舞も予定されております。今年も秋祭りのフィナーレには文化ホールにおいて秋祭り音楽祭ジャズの夕べが開催される予定でおります。 MMF の皆様のご演奏もお楽しみいただきたいと思っております。以上、簡単に今年のスケジュールお知らせいたします。はい、ありがとうございました。今年は大泉洋さんと吉田洋さんがお見えになるということで楽しみですね。はい、はい、大変嬉しいです。そうですね、はい、それではまず10月10日のことを少し詳しくご説明したいと思います。実は私もこちらに関わっておりますので、このスケジュールを見ていただきながら少しご説明します。童謡の響く町音楽祭と舞台発表ということで、まず9時25分実行委員長のご挨拶に始まりまして、杉の子保育園のマーチング、木有松代会の発表、牧場保育園年長組古敵、ナチュラルムーブメント321のダンス、牧場乙女太鼓、そして松代幼稚園のダンスと歌、踊りませんかの真田節と桐の川中島、松代小学校合唱部と童謡の響く町合唱団の合唱、松代ペッピーズのダンス、松代ミックスマックスウィズブーメランということで、ダンスの発表、アンサンブルウィンズの歌、大盛り保存会、コカリラサークル、カッコ、真田勝どき太鼓、影武者、松代中学校吹奏楽、子ども真田勝どき太鼓、そして今年初めて青森吹奏楽団の皆さんが出演してくださいます。一日とても二の丸で楽しんでいただける日になるかと思いますので、大勢の皆さんにおいでいただきたいというふうに思っています。それでは11日の行列につきまして陣立てを倉島さんの方からお話しいただければと思います。はい、それでは私の方から説明させていただきます。ちょっとこの表の方を移していただいてよろしいでしょうか。今年一番先頭、初めてですね、真っ白甲冑隊総勢52名が一番真っ先に出発いたします。その後に、先払い隊、その続きまして槍振り隊、その後幼年期の、信幸信繁ということで、源三郎
弁丸、それから、姉の奥兄さんという格好で出ます。この隊の中には、14代当主のご長男幸友さん、中学校1年生かな、学習院の方が、信行役で出られます。源三郎役で出られます。続いて正幸隊、続いて武田信玄、武田信重隊、それから、青年期の信行役ということで、信行稲姫という隊が2つ続きまして、その職下に、青年期のやはり、源次郎、信重役、皆さん雪村でご存知ですけども、雪村の隊員が出ます。続いて村松殿、竹林院、お梅あの姫というちっちゃいお姫さんの可愛らしい、隊員が出ます。続いて徳川家康本多忠勝、要するに、徳川家康の養女として小松姫が来ておりますので、徳川家康本多忠勝が出ます。その後ろに大砲にも、その後ろ側に、現当主が乗ります、真田信幸幸さんがここにおられます。そして小松姫、可愛らしいお姫さんがここで乗ります。続きまして最後が真田幸村ということで、真田丸にちなんで幸村役、これが出ます。で一番最後には、戦国武将を憧れたいということで、各地から、公募で集まられた、自分で甲冑をお持ちの方々が最後の卒業になっております。このような順立で今年は動く予定でおります。はいはい、総勢大体何名ぐらいの、約280名ぐらいだったかな。280名ぐらいですか。はい、うん、はい、最初のあの甲冑隊っていうのは手作り甲冑で参加される、はい、そうなんですね、はい、でその方たちがもうすでに50名を超えていると。もっといるんですけど、出られるのは今回はたまたま52名そうなんですか、はい、でも大勢の方に出ていただくということですね。はい、とても楽しみな行列ですけれども、その行列の前にまず二の丸で出陣イベントがあるんですね。はい、先ほどちょっとお話はありましたけれども、はい、出陣イベントの前のこと、それから二の丸でのイベントの辺のところをちょっとお二人からお話しいただければと思いますが。はい、それでは出陣イベント、先ほどもちょっと申し上げましたけど、小学校6年生最後のですね、小学校時代の思い出の1ページになっていただけたらな、こんなつもりでですね、町内6小学校の6年生に真田節を踊っていただきます。また大変今年のご会長で好評でございました真田節、江光柱奉納真田節隊の真田節もぜひご覧になっていただきたいと思っております。また文部学校武道会、真田鉄砲隊の演舞も予定しております。その後で出陣式に臨んでまいりたいと思っております。午後の行列が出た後もそこで何か発表があるということですけれども、はい、こちらは例年通り消防団のラッパ隊とか、この日も子ども真田勝どき太鼓の発表があるんですね。はい、それとビンゴゲームの大会が一番人気ですね。一番人気ですか。はい、はい、あるということですね。それから行列が帰ってきた後、その二の丸では引き馬体験ですね。引き馬体験、はい、今年去年はあったんでしょうか。引き馬、去年ちょっと馬の関係でできなかったんですね。今年はしっかりとお願いしてありますんで、はい、引き馬体験はちょっと若干時間は行列の馬が帰ってきてからやるもんですから、はい、ちょっと時間的には若干遅くなるかなと。3時ちょうどってば、3時ちょうど過ぎてばいいと思うんですけども、はいはい、その頃からじゃあ、はい、できるということですね。はいはい、ですね、行列が帰ってきましたら、14代ご当主さん、長野市長さん、まあ途中でちょっと変わられちゃいますけど、商工会議所の北村会頭様、そして善光寺様、地院都市交流の皆様、そして金融団の皆様、もう本当に勢ぞろいいたしますので、皆さんぜひですね、お写真をお殿様お姫様とご一緒に撮っていただけたら嬉しいな、そんなふうに思っております。はい、で今年は先ほどからお話出てます通り、大泉洋さん吉田洋さんがお見えになるということで、たくさんのお客様がまた詰めかけられると思うんですけれども、お二人については当日どんなことをしていただく予定なんでしょうか。当日、10時45分頃から真田邸の方で、うん、幸利様と、大泉洋さんの方の対談ということ格好で、約30分ぐらいかな、確か対談がある予定でございます。その後、お二方の俳優さんたちは、お城の中で待機していただいて、はい、
12時、40分かな頃に、表門から出ていただくと、それで、大泉洋さんのちょっとしたスピーチもやってくれるそうなんで、スピーチの後に、大泉洋さんの号令で大砲を発砲するという、それから祭りの行列が始まるというような予定では組んでおりますけども、ね、今最終 の、 あのまた打ち合わせが7日の日、はい、また NHK とあるそうなんで、はい、そこでちょっと冷たいと思ってますけど、はい、でもお二人が来てくださるということで例年にない、ね、人間になるというふうに思いますが、はいはいはい、本当に嬉しいです。そうですね、はい、今本当に準備が何かと大変だと思うんですけれども、今の行列や舞台発表のほかに松代五条化大市も今年行われるそうですが、うん、例年と少し変わったと聞いておりますけれども、今年はどんなふうに行われるんでしょうか。そうですね、青年部女性会の皆様がですね、手作り市と称しまして、手作りした昔の江戸時代のおもちゃ、また遊び道具をですね、販売したり楽しんでいただいたりする予定でおります。で例年は真田公園で、ここのところ2年ぐらいでしょうか、真田公園で行っていましたけれども、はい、会場はどちらになりますか。はい、会場はですね、今年は二の丸の西広場、向かって左側ですね、西広場に移動してですね、1日2日間ともご一緒させていただけるように、小学校とは違って二の丸の方に移っていただきました。はい、そうしますとお城の周りでとってもにぎやかになると思うんですが、はい、あと出展ブースが例年ありますけれども、はい、今年もたくさん出ていただけるんでしょうか。はい、ありがとうございます。例年ですと10店舗の出展ブースがあったんですけど、今年は NHK エンタープライズさんが2ブースを出展していただきますので、全部で15出展ブースがございます。はい、本当にありがたいです。そうですね、はい、1日目の舞台発表を見に来た方たちがまた出展ブースで何かといろいろ楽しんで食べることとか買い物をしていただくとか楽しんでいただければいいですね。また2日目は行列になりますから、また大勢の皆さんおいでになるので、出展の方たちも忙しくなるかと思いますね。それとではちょっとあと関連事業として計画されているものをお知らせしたいと思います。エコードマッチロクラブの甲冑隊、甲冑戦火の皆さんが1日目に、二の丸で甲冑を着てみようという体験会を行います。それから、真田十万石祭り記念写真展というのが旧樋口家住宅で行われています。そして安蔵コアを松代名物に育てる会も8日から12日までの間やっておりますので、安蔵コアも当日会場でも召し上がれるかと思います。そしてもちろん真田宝物館では真田家の宝ということで展示会を行っていますので、そちらも皆さんにご覧いただければというふうに思います。そして中学校で行われているのが少年剣道大会です。例年こちらは文部学校では行われていたんですが、今年は文部学校の一番大きな創実所というところが今改修に入っておりますので、中学校の体育館になっています。そして町歩きセンターでは甲冑お絵描きワークショップとライブイベントが計画されています。まあ、そのように、2日間、はい、町中でいろいろなことをやりますけれども、はいはい、大勢の皆さんに来ていただきたいので、皆様にお二人から一言ずつお願いしたいと思いますが、はい、今年は特に記念すべき信行さんの生誕450年、そして真田祭りの第60回目ですので、皆さんに楽しんでいただける秋祭りにしていきたいと思いますので、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。先ほどちょっとあったこの安蔵コアの話なんですけども、皆さんが一生懸命町の商店の方でこのスタンプラリー形式で安蔵コアを一生懸命やっておるようですので、はい、ぜひまあちょっと安蔵と町との名物を食べていただいて、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。そうですね、はい、はい、
倉島さんもあの行列の方の準備が何かと大変だと思いますけれども、はい、はいはい、スタッフみんなで、そうですね、当時のスピーカー運びからあるんで朝早く大変なんですよ。そうですね、はいはい、あの何しろ大勢のボランティアやスタッフの皆さんが2日間頑張って行って、そして出演していただく皆さんがまた1日本当にあの大変なんです。馬に乗る方も大変なんですけれども、大勢の皆さんが協力して行うことお祭りですので、ぜひ大勢の皆さんにおいでいただいてお楽しみいただきたいと思います。今日は吉川さん、倉島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今年の十万石祭り素晴らしいですね。いいですよ。最後に盛り上がると思う。すごい、うん、いや例年なくね、例年もいいけども今年特にいいですね、うん、そうだね。こんなにたくさん来て祭り入れる、そう駐車場もあるし大丈夫ですよ。わかりました、うん、今準備じゃん万端整って、そうです、ね、いや今のね、自己一長さん、それから倉島さん、はい、大変だと思いますね、はい、いやあと1週間ね、大丈夫です、はい、ということで、はい、お知らせは、お知らせね、またあの昨年に続いてね、うん、これ何だったっけな、クラシックか、クラシックがね、松代来ますよって、あ、うん、ね、日にちがねこれです、うん、ね、10月17日マッシュロロイヤルさんへね、1時ぐらいかな、あ、そう、うん、で、まあ、町内がですね、うん、大体2時から3時ぐらいの間で、うん、回ります。こうクラシックで回るの、回るって通りすがりちゃうんだでもね、ここ松歩きセンターの前でってもね、うん、一時停止じゃない、うん、ここで見られるんですよ、うん、誰来ると思う、わかんない、これ見て、うん、ね、坂井正明、お、近藤さん、あの本物の、そうよ、ちゃんと来るもんだ、そう、本物じゃない、あ、そう、うん、ここで見られるんだよ。昨年もねちらっと見て写真撮るの失敗しちゃったけど、うん、じゃあ今年は狙おうと思って、失敗しないよ、はい、ここもねちょっと面白いと思う、そういう形 で、はい、17日、17日ね、はい、ぜひ、はい、ということで真っ白もね、だんだん賑やかになってくるね、予告になりますか、うん、はい、予告でね、はい、行きましょう、はい、それでは、来週は、はい、宮坂さんだ、あ、うん、来週ですね、うん、はい、何をやるの、ね、うん、よく見て、良いじゃないですか、よく見て、よく見て、はいはい、ね、真っ白文化法の活動、うん、はい、活動、はい、読んじゃったよ、うん、読んじゃったね、はい、宮原さん、宮原さん呼んでね、おいでいただいてね、はい、文化ホールのいろいろイベントについてね、うん、お話しいただくんですけど、特にね、うん、最近はね、いろいろ力入れてる、そう、いろいろワンコイン、何、ワンコインコンサート、コンサート、おさっちゃった、500円でワンコインコンサート、それからね、なんかギター教室も始めたみたいな、あ、そう、うん、あ、そうだ、募集かけて、そう、ギター教室もね始めてね、うん、それでなんか皆さんに、お客さんにね、うん、地域の方に来ていただきたいみたいな、あ、そうです、頑張ってます、いいね、まあそんなお話をね、うん、伺いたいと思います。わ、はい、かりました。じゃあ来週、はい、宮坂さんで、そうですね、宮原さんね、はい、それでは来週のしゃべくみまつろう、どうぞよろしくお願いします。あなたの街、そろそろしゃべくみまつしろ、また見てね。